はいどうもみなさんこんにちは、ゆうすけです。霊夢です。マリサだぜ。というわけで今回もぷよテト2実況やっていきます。やっていこうか。今日はいきなりぷよぷよなんですね。たまにはぷよスタートでもいいかなって。今回はレート戦か。そうだね。動画の素材があまりなかったからレート戦の録画使います。ただ、後のテトリスに関してはクラブ戦なので、3先の試合が見れるかなと思います。なるほどな。最近ぷよテトやる時もクラブ戦が多いからレート戦の状況よくわかんないんですよね。これは、ぷよぷよリーグ。そうだね。ぷよぷよリーグの試合だね。少しプレイした感じはどうなの？初期レートからも差だらけなんですよね。初期レート、2000あたりか。そうそう、その辺からもうめっちゃ強いの。ぷよリーグ潜っている人は大体強いかもしれん。でもレートとかもインフレしているみたいなこと聞いたけど。あれはパズルリーグの話だったわず。なんかチーターがレートを配ってインフレしたみたいな。そうなのか。まあ僕パズルリーグは完全に放置しているから事情はあんまりわからないんだけどね。配信でレート戦もやったら。最近クラブ戦ばっかりだったからそういうのもありかもね。さて。なんか操作ミスとか意味わかんない積み方して一本取られちゃいましたよ。途中から少し乱れていたよね。さて、相手はダーズミっぽいっすね。ダーズミ使いと戦うのも久々な気がするな。ちょっと折り返しが完成していないので一回単発で形を整えます。でもこれのおかげで割といい形になっているね。逆に相手の土台がよろしくなさそうだなって感じ。前サビが完成してないから相撲捌くのが難しそうに見えるな。向こうは単発を打ってくる。落下ボーナス込みでお邪魔ミスク振ってくると、青紫がっているので、これ茨打てますね。この茨強烈だな。一気に勝負が決まったぞ。三段振ったな。やっぱり一連鎖は強すぎる。茨なんて反応するの難しいからね。一瞬でお邪魔が来るからな。しかも三段だったからめちゃくちゃでかい茨だし。特定の錦の相撲を引かないといけないから茨自体を打つのも難易度高いが、打つことができれば一撃で勝負が決まることもある恐ろしい技だよな。さあ今回はお互いに先折り GTR ですね。相手はダーズミをやめて先折り GTR にしてきたね。向こうが先に単発を仕掛けてくる。このお邪魔ニコは大したダメージにはならないでしょう。ちょっと形が悪くない？ちょっと連鎖を伸ばしにくい形だな。後半がマルチだからか。威圧的な構えだけど代償に土台が若干崩れている。向こうも連鎖を入れるのに苦戦しているので多少火力が出なくてもごまかせるか。この辺から終盤戦になってきて単発や2連鎖が強くなってくるけど、本戦打ちたいな。でも一旦にダブ撃しか、向こうの2連鎖を軽減しつつ、少しお邪魔を送って、この終盤であのお邪魔を食らわせたのはいいダメージが入ったんじゃないか。うん。この量でいけないかな。多分5万点くらいはあるんだけど、向こうは発火するまで時間がかかりそうだからそれを込みでも時間的有利が取れそうだし、その判断がきちと出るのか。向こうはそもそも噛み合わずに発火できませんでしたね。こっちも連鎖に入ってなかったから火力微妙かなと思ったけど割とあったね。めちゃくちゃ久々に雑談パートやる気がする。確かにめちゃくちゃ久々かもな。今日のテーマは何ですか？2021年の目標。この状況を踏まえてもう一度雑談パートで話しますか。2020年を振り返る会はやったよね。最近は大物ぷよらーとの対決が多かったからどういう話をしたかあんまり覚えてないんだよな。さすがに連戦で雑談する余裕はなかったか。でも本当に最近のチャンネルの成長がすごくて自分でも驚いています。1日に何人くらい伸びているの？1日に1000人くらい伸びているんですよねこれが。いやー。恐ろしすぎるな。ちょっと前までは1ヶ月めちゃくちゃ頑張って1000人伸ばしていたのに、それが1日で伸びてしまうと、さすがに頭がおかしくなりそうですよね。そりゃそうだよな。今までこんな成長なかったんだから、だからまず1つ目の目標としてはこの増加のペースをできるだけ維持する。そうだね、目標は何人だっけ？次の目標は10万人です。銀の盾を狙います。銀の盾が現実的なところまで来たんだ。それがまず驚きだわ。自分の人生であれを手に入れるのが夢だからな。そこを達成できれば僕の夢が一つ叶う。それなら引き続き毎日投稿を頑張っていただいて。二つ目はあれですね。一部の視聴者から期待されているネタ系のゆっくり実況の復活です。あ、ひょっとして5月くらいに出していためちゃくちゃテンポのいいゆっくり実況。そう、あれを復活させてほしいって言われていて。あの時はなんでやめたんだっけか。今のこの雑談スタイルの方が人気だったんですよね。それで視聴者が二極化したんだよね。個人的にあのスタイルってめっちゃ編集が大変で。それで前の方がいいって言われて、完全にメンタルが崩壊して結局今のこのスタイルに戻したんですけど、週1くらいであのタイプのゆっくり実況出すのもいいなって思ってやろうと思います。お、これは一部の人は喜ぶんじゃないか。ちなみにあるゲームはマリオカートかスマブラでやろうと思っています。そちらもプレイしていたらめっちゃリアクションしちゃうゲームです。その補足情報は何ですか？3つ目、これがラストかな。2020年の目標、ラストは何ですか？ぷよぷよやテトリスの人口を増やしたいってことです。お、何気にすごいこと言っているな。登録者が増えればぷよぷよやテトリスの視聴数も増えると思うんですよね。違うきっかけでこのチャンネルを登録してくれた人にもぷよぷよやテトリスを勧めて、プレイ人口を増やしていきたい。ありがたいことにこの動画シリーズを見てぷよテト始めました。って人もいるらしいからね。そう、だから2021年も大会とかも積極的に開いていきたいな。毎日投稿やりながら難しそうなところもありそうだが、そこはなんとか気合で頑張ります。そしてテトリスの大会も皆さん待ち望んでいるらしいですよ。ぷよテト2に早く観戦機能とか来てくれないかな。そこが最大のハードルなんだよね。観戦機能あったら一気にオンライン大会増えそうなんだけどな。まあ僕の2021年の目標はこんなもんです。よかったら皆さんの2021年の目標があればコメントに書いてみてくださいね。
そしてこのままコメント返しに入っていきたいと思います。コメント返しも久々だね。しばらくぶりなのでパート7からパート9までのコメントの中から選んでいきます。本当にリアル充実だと思ってたわね。あ、マジで彼女いないですよ。クソ人間なので謙遜の仕方が雑だな。こんな家に引っこもって YouTube 動画ばっかり出している人好きになってくれる人は僕の周りにはいませんでした。かわいそうな人だ。今年1年お疲れ様でした。そして1万人おめでとうございます。もっと高みを目指してぷよぷよを盛り上げていってください。ありがとうございます。ぷよにしても YouTube にしてもより高みを目指していきたいと思います。ここで満足してた客で終わるからね。雲の上クラウドってか、わっかっか。不覚にもこのコメントに荒らしてしまった。これクラウドさんのコラボについていたコメントだよね。雲の上の存在って言ったけどそこにかかっていると普通に気づかなかった。気づかずにシャレになっていたんだな。というわけで今日のコメントはここまでです。次回もコメントよろしくだぜ。さて、ぷよ勝負もう一回やっていきます。これはレート戦のやつ？レート戦なので2先ですね。相手はまた随分と特殊な地形を組んでいるな。なんか対手とみたいな形で組んでいるな。本当だね。お邪魔を食らっても受けられるような形みたいだ。まあとりあえずこっちは無難な形で本戦をゴリゴリ伸ばします。前サビも入れてかなり量刑ではありそうだな。まあでかい本戦を狙っていきたいところだけど。向こうは中盤を仕掛けてくるかな。そこまでやつ的な構えはなさそうだけど。単発を打ってきたな。4つ振ったけどこれは致命傷にはならないか。警戒しつつ本戦を伸ばしていきたいんだが。相手は平たい形になってきたから潰しとかが刺さるかもね。あれはよくわからない。繋がってないと思うからデカめに打ってみるか。残しがいいからこの3ダブハイ攻撃だな。しかも向こうは2連鎖しかないのでこれは刺さりましたね。行くぜ小尺だ。この俺が楽しい勝負でした。やはり GTR の上に横3があると使いやすいよな。多重折りは連鎖数も稼げるけどそこでも対応で最速作れるからいいよね。相手はまた特殊な形を組んでいるな。固定の形を組まないプレイヤーみたいだね。っていうかいきなり4連鎖打ってきた。やばくない？これ受けるの？発火点埋めちゃったからこれ刺さるな。痛いです。痛っ。次は負けません。勝負あったな。ちょっと反応遅れたわ。4連鎖一方的に食らってやられるの嫌だね。てかなんで今発火点埋めた？急に4連鎖打ってきたから焦ったんじゃねえか。それはあるな。基本的に序盤に連鎖打ってくるのはぷよぷよのセオリーじゃないからさ、意識していないと焦っちゃうんだよな。さあその警戒心を植え付けられての3戦目ですけど、さすがに今回は早い攻めはなさそうですね。なので本戦を伸ばしていきましょうか。今回も相手は名前のない土台だな。あれどうなっているんだろう。一応左折りの本戦ではあるんじゃない。一回形整えるために単発打ちますね。さてどこまで本戦を伸ばす。相手は2連鎖か。これも打っちゃっても火力で勝てると思う。このタイミングで見切り発火。さてこれが結果にどう出るか。シャドウエッジアレイヤード、スペシャルアレイヤード、コシャクだ。コシャクだ。7万点近くの火力があったので大丈夫そうでしたね。火力の出る形を決めていたのが良かったな。さて最後は生放送のクラブ戦の試合を実況していこうと思います。これは三先だっけ。そうだね。だからちょっとレートより少し長い。相手の方のテンプレもよく見るようなやつだよな。一担当マリサさん、あのテンプレは何ですか。なんで私が一担当になっているのかわからないが、あれはカルデラ済みっていうらしいな。カルデラ済み。ジョイテトラーであのテンプレ使用している人多いよね。確かに組んでいる人よく見るよね。あの積み方の名前わからなかったがやっと知れてなんかすっきり。相手のミキさんがコメント残してくれたおかげだぜ。次は負けません。楽しい勝負でした。っていうかなんで負けているんですか。普通に積むスピード遅くて負けました。カルデラ済みは CST とかインペリに派生できるらしいな。なるほどな。ただ TSS テンプレじゃないと。さすがにそれだけだったら他のテンプレ使うだろみんな。お次のテンプレは何でしょう。マリサさん、完全に解説担当のキャラがついた。私はそのつもり全くなかったんだけどな。あれはコールドモンテモンっていうらしい。なんやそのかっちょいい名前は。まあスケモンって名前よりかはマシじゃないですか。はスケモンって名前はかっこいいだろ。ダサいかどうかは別にしてかっこよくはないだろ。うわショッキングですよ。なんだその言い方、腹立つな。っていうか開幕 DKI とか慣れてないテンプレ使ったからめちゃくちゃ地形崩壊したんですけど。正規の難易度が鬼すぎてきた。向こうはこっちの火力で送ったお邪魔ブロックは完全に取り切られているからな。うん、これは無理っぽいですね。テトリスですよ。次は負けません。楽しい勝負でした。テンプレを紹介する動画になってしまう。そうしないためにもしっかりいいプレイ見せてください。開幕 TKI のリベンジです。大丈夫なのそれ。また新しいテンプレですね。あのテンプレはだな。僕が解説お願いしますって言ってないのにマリサが自らやりだした。お前が私を自然に解説させるような党にしたんだろうが。まあいいじゃないっすか。あれはなんというテンプレなんですか。ウルフムーンキャノンっていうらしいです。またムーンシリーズテンプレですか。スケモンムーンキャノン派ないんですか。
そんなものはないし、これからも開発されることはないな。ちなみにどういう特徴がある全プレなんすか？ディープインピンからインペルダウンの形があるらしい。出た、インペルダウン。インペルダウンも動画初登場だよね。そういえばそうなんだよな。インペルダウンを紹介する回は今までなかったか。組んでる機会なかったからな。っていうカットに頼る前にお前が組めよ。僕はそんないろんなテンプレ組めるほど器用じゃございません。そりゃそうですよね。またいいところなしで終わりそうだなお前。いや、まだ耐えますよ。少しでも耐えていく。いや、耐えるとかじゃなくて勝つことを求めているんですが。どうやら認識の違いがあったようだ。これは解散か。チームスケモン解散しちゃう。そもそもチームスケモンなんて決定していないんだぜ。あ、考えてたら間違えて2の置いちゃった。これはもう修復不可なのでは。今日はテンプレを紹介する動画でした。ついにゲーム実況ではなくなってしまった。